これ気になってたんだよな。死ぬかな。レビューを書いてください。わあ、これ気になるけど死ぬかな。これずっと気になってたんよな。すごー、日本語じゃない、日本語あるかな。あと4…1話、あ、日本語版。お寺神社でお参りするときは願いが叶うようにコインを投げて祈るんですよね。そう、このお寺も同じです。ただここはコインではなく、あなたが持っているアイテム、交換したいアイテムを、樽に入れてから、あなたが必要なアイテムをリクエストできます。利用方法、アイテムを樽に入れてください。数はいくつでも構いません。アイテムも何でも OK です。アイテムのリクエストを、樽にある、本に書いてください。数とアイテム名、言語は何でもいいです。書き終わりましたら本は、樽の中に入れてください。1から3日後また来てください。あなたの願いが叶うかどうか確認してね。願いが叶ったら最長5日後、あなたの願いはチェストの中に入っています。どうもありがとうございました。すごーい。わー、おしゃれ。でもなんかこういうので頼むのはさ、やっぱちょっといいものを頼みたくなっちゃうんだけど、ピッケルサンキューラブ帰れり。あ、すごい、焼き鳥でハート。あ、ここに入ってるかもしれないよみたいなことか。だいたい何でも叶うよ。ネザーライト装備一式とかさ、エディトラが欲しいとか言ったらだいたい叶えてくれるってことやろ。すげえ、トライデント。すごい。なんかちょうだいで、トライデントもらえるやつ。すごーい。今欲しいものないからさ、ちょっと、後日利用したいな、ここ。すごっ。てかもうこの外観がめちゃくちゃ好きなんよな。ダイヤモンドの見た目のさ、このブロックがめっちゃ好き。あ、トライデントはお返しなんだ。トライデントが欲しいじゃないんだね。すごー。なんかさ、全ロスした時とかにさ、全ロスしたんで、トライデント装備が欲しいです、みたいな。そういう感じのおねだりをすればいいのかな。